深海畑日の気象校十五年十月二十二日は、南宋の最小。字は、海の、公州の出身。本願は、公姉夫。金との交話を進め和議を結ぶが、その過程において、学平公金派の政府要人を暴殺、平民へ落とすなどし、その後も自らの権力保持のために、敵国の金の圧力を背景に恐怖政治を敷いたので、後世その名は、 売国奴の代名詞となり、下げ済まれた。妻は、王子、実子の名は、不祥、養子は、旗、養孫は、旗。妻の父の大中の姉は、李清照の母。生は五年に家居に合格、順調に出世を重ねる。成功二年に金が北層を滅ぼし、河北統治のために、長宝省を狩猟に据え回来え国家の座絵を作ろうとした際、新海は、 反対したとして、同じく反対した他の阿ンと共に、念仏かつの軍に、機体連れ去られた。その後、他の早急進は各地へ連行されたが、深海のみは、交遇を受けている。県へに4年、深海は、金から解放されると、南宋の高宋のもとへたどり着いた。高宋は帰還した深海に向けて、喜びを表し、即日霊部証書とした。 翌症高元年には最少となった。その後、一時期最少を罷免されるが、すぐに復帰して、金との交渉を担った。当時、赤学費をはじめとする大金戦で軍港を挙げた武漢が台頭しており、主戦派の政治家と共に講和派の深海を批判した。これに対して、金の圧力を背景に、構想の指示を得た深海は、 金軍昇水や長宝将などの軍閥官の不仲から起きた対立と均衡の上に政権を掌握した。公衆だけを病にある深海夫妻の像。かつてはこの像に唾を吐きかける習慣があった。右が深海で、左が妻の王子。将校11年、講和に反対する多数の将軍や政治家の官職を剥奪して身分を落とし、旧国の英雄と言われた学費に至っては、 幕主優として反逆罪で暴殺した。主戦派を抑圧して権力を握った新海は、翌年、金が占領している国土を割上し、総が金に毎年銀25万両と絹25万匹を金に密入するという屈辱的な内容の和議を結んだ。その後も新海に対する非難はやまなかったが、反対派や義軍に対しては徹底的な弾圧を行い、 講和に批判的な民衆に対しても、文字の語句を起こして弾圧するなど、19年の長きに、渡って、宣言を極め続けた。昇高25年、最小職に居座ること20年、66歳で死んだ。学費の孫である武家が表した、帝文によれば、既得であった新海はなおも性的であった、長春を追い落とそうとしていた。病床の新海は、役人が持参した。 長春に対する判決を記した総督に署名をしようとしたところ手が震えて書くことができなかった。さすがの妻の王子も屏風の後から手を振って大使を疲れさせないようにと述べて役人を引き上げさせようとした。新海はなおも署名しようとしたがついに机に倒れ込みそのまま死亡したという。構想は金を後ろ盾とする深海に対して陰陰事情を重ね 深海の生前には、私は彼を得たことが嬉しくて夜も眠れないほどだと語っていたが、深海が死ぬと、武将、要あり中にそれは、本意ではなく、私は、今日からは、靴の中に合い口を隠さずに済むと語り、深海派の阿蘇100人以上を弾劾の上で、罷免している。ただし深海が亡くなった、翌年の証拠二26年3月には、 証書で、講和の策は断じて陳自らの志である。新海はただ、よく陳に賛成したのみ。どうして虫返して議論などするのか。近頃の無知の輩らは、不ことをす遂して、聴衆を惑わし、直命を偽り、求心を集めてくじに抵抗し、りな議論をするに至る。陳は、はだ不本意であるとして、新海の行動は構想自らの指示によるものであるとしている。 没後、構想により猿王と追封され、正し婚の送り名が送られた。開帰2年4月、金に対する北伐を推進していた勘歌部との手動で王爵が追奪され、死亡も、劉州に改められたが、勘歌部とが失脚すると、家庭元年3月に王爵と死亡が、以前の通りに回復した。しかし、大義名分を重視する趣旨学が、 儒学の政党として公認されたことにより、深海をめぐる悪評は大勢となり、法有2年に再び送り名を改め、ビューガンとした。当時の南宋は、高金の名将と呼ばれる、有能な将軍が多数排出され、南宋の歴史を通じて、例外的に軍事力が充実した時期であったために、講和は、国土回復の絶好期を逃し国家を誤ったと評されることが多い。 特に1140年に学費が北伐を行い、開封まであと一歩に迫りながら補給が続かず撤退を余儀なくされたことも、新海の検索により、構想が不当な撤退命令を送ったのが原因とされた。新海より40歳年下で、その政権下の1148年に実施された過去で、真摯となった手記は、新海に対して次のように厳しく批判している。 また、窃盗被下げ巨ね平茶寺をくじとして、雲州の周知の栄華圏を視察した手記は、雲州ではかつて知事を務めた新海が数計されて、見学に祠が作られていると知るや、取り壊しを命じている。現代に編纂された宗師では、新海は関心殿に入れられ、次のように酷評されている。秋代の聖徳八年には、武王病の前に、 在任姿の深海夫妻と満氏の銅像が作られ、万歴年間には、長春の像も加えられた。この像に唾を吐きかける習慣が、最近まであり、像に唾を吐いたり、叩いたりしてはならないという掲示がされるようになった。ただし、岡深氏のように、深海を弁護する意見もないわけではなかったが、深海は、関心との見解が大勢であった。寝台に入ると、 聖長にとっての先祖が建国した金と和議を結んだ深海を肯定的に評価する事例もいくつか見受けられる。日本では富山軍司、衣川京が深海に対する研究の中で深海を擁護している。小説家の田中良樹はどうしても和平を利用して自分の地位を固めたとしか見えないところがある。 深海の和平策というのは、政策としては間違っていなかったただし、政策以前に問題になるのが、無実の人間を、無本の汚名を着せて殺してもいいのかと批判的な見解を示している。ありがとうございます。